国産ステルスミサイルを公開防衛省自衛隊12日に防衛省が令和6年版防衛白書の中で人認識地帯間移動弾能力向上型の試作品を初めて公開いたしました今画面で見ていただいておりますのがそのミサイルとなっておりステルスを意識した角張ったデザインで既存のミサイルよりも大型化していることが確認できます この写真を見ますと左下にあるものがこのミサイルのコンテナである可能性もございますが令和7年度、2025年度から前倒しで配備が予定されておりすでに量産が始まっております。これまで日本の地対艦誘導弾は射程が200キロメートル程度でございましたが人認識地対艦誘導弾ノル工場型では射程が少なくとも900キロ以上で 最終的には1500キロ以上を目指すとされており射程が一気に伸びることになりますまたこのミサイルとは別に極超音速誘導弾の開発も進められておりこちらは射程が2000キロメートル以上とされておりますがこちら日本においてはこのような国産発のステルスミサイルだけではなく弾道ミサイル極超音速架空ミサイルの 開発も行われており当初防衛用高速滑空弾としてすでに量産が始まっておりますが現状自衛隊において不祥事が多発しており200名以上が処分されてしまっておりますこの人認識地対艦誘導弾能力向上型も画像などが漏洩しておりましたが防衛省自衛隊には自衛官の規律の徹底と 式の維持を図っていただき、日本の防衛に影響が生じないように対処し続けていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。